トーマス聖は、アメリカ合衆国の博物学者、動物学者、探検家。特に昆虫学に造形が深く、アメリカ昆虫学会の設立に寄与した人物の一人としても、知られる。1787年6月27日、フィラデルフィアのクエーカーの家庭に生まれた。同盟の祖父トーマスは薬や物理学者で、父ベンジャミンは医師であった。また、祖,祖父に、 植物学者のジョン・バートラム、親戚に、博物学者のウィリアム・バートラムがいる。生は、薬剤師としての仕事の傍ら、博物学の研究を進めていた。1812年には、フィラデルフィア自然科学アカデミーの設立に関わった。1816年には、ウィリアム・マクルーアの紹介で、博物学者、探検家のシャルル・アレクサンドル・ルシュールと知り合い。 ルシュールは1824年まで同アカデミーに勤務することとなった。1819年から1820年にかけて、生はロッキー山脈やミズーリ川の調査隊に動物学者として同行し、コヨーテやスイフトギツネ、西大乱調など様々な種を新種として記載した。また1823年には、生主道でのミシシッピ川源流の長期調査を行った。 1826年には、ロバート・オーエンがインディアナ州で実験的に立ち上げた共産主義的な生活と労働の共同体に参加するため、ニューハーモニーに移住。1827年には、ニューハーモニーで知り合った、ルーシー・ウェイ・シーストリと結婚したが、そのことは、周囲の限られた人にしか知らせなかった。生はその地で、昆虫や軟体動物の調査を行い、 多数の新種を記載した。しかし収入は乏しく、家族は生活苦を強いられた。1834年10月10日、チョーチフスによって死去。47歳房津。生は植物の学名で命名者を示す場合にトーマス生を示すのに使われる。ありがとうございます。